はい、皆さんこんにちは。坂木篤史でございます。1時半になろうとしています。10月の23日の日曜日でございまして、BBC ニュースジャパンにこんな記事が出てまして、2時間前に出たと。胡錦涛前国家主席、腕をつかまれ途中退席、中国共産党大会閉幕式という記事でございまして、読めるかな、いきましょうか。中国北京で22日第20回中国共産党大会が閉幕した。閉幕式では胡錦涛前国家主席79が関係者に促され、腕をつかまれながら退席する場面があった。これね、写真が出てるんですけど、かなりですね習近平、国家主席69の隣に着席していた胡前主席は関係者に付き添われて会場を後にした。胡氏は弱々しく見えた。2003年から13年まで国家主席を務めた胡氏、胡錦涛氏ですね、は壇上で2人の関係者に声をかけられた。胡氏は席を立つと習氏に声をかけ、習氏はうなずき返した。胡氏は関係者に腕をつかまれ、退出した。 BBC のスティーブン・マクドネル中国特派員は、なぜ胡氏が途中退席したのか不明な中で、その映像に世界の注目が集まっていると指摘する。なんででしょうね、なんか単なる体調不良には見えない感じがしましたけどね。この出来事について中国政府から公式の発表はない。国営の新華社通信は胡氏が体調を崩していたと伝えた。胡氏を休ませるために関係者が付き添ったが、現在の体調は大いに改善したとしている。ほんまかな。1週間に及ぶ共産党大会では習主席の党の核心としての地位と政治思想の指導的地位を固める党規約の改正案が採択された。党大会最終日、習氏を含む205人が今後5年間の政権を担う中央委員に選出され、習氏の異例の3期目続投が確実となった。ね、はい。新たな中央委員は23日に第20期中央委員会第1回総会一中総会を開き、最高指導部を構成する党政治局常務委員を選出する。いわゆるチャイナセブンがそこで出てくるわけですね。5年に一度の党大会は、中国建国の父毛沢東氏以来最も強力な指導者として習氏の地位を確固たるものにした。以下省略しましょう。胡錦涛さんって、お写真を見てる限りですね、かなり老けられましたね、現役の時と比べて。でこの動画をですね、見ているとですね、どう言いましょうね、半ば無理やり立たせているというような感じがいたします。嫌がるのをですね、ちょっと無理やり立てって、説得してですね、立たせている感じがしますね。で最後にですね、賛成か反対かという決を取る場面があるんですけど、このですね、胡錦涛さん自体はですね、嫌がってる、出ていくの嫌がってる感じがします。早行こうやって言ってるんですけど、俺は行かへんでって言ってるような感じがしますね。で習近平さんはそれをですね、早よ連れ出せやみたいな、という不機嫌そうな顔で言ってます。
で、李克強さんに肩をポンと叩いて、なんか渋々という感じで退席をなさいました。体調が悪くてですね、この後いられないというような感じではなく、連れ出されたという感じがいたしますね。これが世界に公開されているということ自体がですね、やや不思議なんですけど、もしかしたら胡錦涛さんがですね反対をしようとしたのかもしれません。習近平さんを指名したのは胡錦涛さんなんですね。だからどうでしょうね、胡錦涛さんはですね本来李克強さんを指名したかったらしいんですけども、そうはいかずに習近平さんになってしまったということですね。で、中国普通こういった長老を割合大事にするんですけども、どうも習近平さんはですね、その伝統を破ってですねあんまりこう大事にしているというイメージはありませんね。1年ぐらい前でしょうかね、長老は党本部のですね反対するようなことは言うなというような通達を出したりしてたと伝えられています。ですんで、分かりませんけどね、分かりませんけども、胡錦涛さんはですね習近平さんの 3期目続投に賛成はしていないという感じですね。で、さらにその上は江沢民さんという方なんですけども、この方はですね中国、日中国交回復して以来日中関係を悪化させた第1人目の人ですね。この方は出席していません。90何歳とかで伝えられていますけどもですね、出席はしていませんね。ですんで長老の間でですね3期目衆参の3期目続投っていうのはもろ手を挙げて賛成されていたわけではなさそうですね。ですんで習近平さんこれからまあ3期目に入っていきますけども、まあ、独裁体制を築いたわけですけども、不協和音はですねあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ結構ね結構無視できないレベルで吹き上がってるんではないかなという気がします。ですので今後習近平さんは自分の権力基盤をさらに固めるためにですねこういった長老に連なる人々をですね腐敗撲滅運動のもとにですねまた検挙していくんではないかなという気はしますね。もう10年丸10年経ちました。最初の5年はもう腐敗撲滅運動が吹き荒れましたね。腐敗撲滅ってね中国ってねその偉い人で腐敗していない人ってまあいないんですよいないから証拠調べればね証拠さえ挙げられれば政敵はどん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 それで葬れるわけです。あれですねバレた人から順番にですねこう報復されていったと。でみんな慌ててですね習近平さんにですね忠誠を誓ってるんですけども、まあ、間に合わなかった人はですね撲滅されてしまったという感じでございまして、ますます独裁色を強めています。で、習近平さんを抑えられるっていうのはやっぱし、トップの経験者である存命なのは胡錦涛さんとですね江沢民さんしかいないんですけども、まあ、一人は最初から出席をしていません。江沢民さんですね。でもう一人は最後の最後の時にですね、強制的に半ば強制的にですね席を立たされてですね会場を追い出されてしまったという非常にイレギュラーな状態になっているということです。何かが起こってるんですよ。何が起こってるのかよく分かりませんけども、正常でないことだけは確かなんですね。なんでこのことについてはですね多分すぐには分からなくてもですねだんだんですね伝わってくると思います。伝わってきて実際何が起きたのかということがですね分かってくると思いますので、まあいやそうですね少なくとも半年以内、早ければこの数日中にですね大体の様相が伝わってくるんではないかなと思いますね。何かが起こってるんですよ。ただ習近平さんの3期目続投が揺らぐとかそういう感じは微塵も見えませんね。だから不協和音が多少上がってるかなというレベルでいろんなことが伝わってくるんではないかなとは思いますけどね。
まあようわかりませんようわかりませんけども、ものすごくすんなりとですね、3期目続投が決まったとは思えないですね。はい、ということでこの BBC のサイトを一応貼っておきますんで、あの動画もありますから、ご覧になりたい方は見てください。割と興味深い動画であったりしますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。